やってそれを徹底的にやり尽くす。足りないかどうかはやり終わってから考えるみたいね。どうで始まりましたモテチャンネルです。今回はですね、なんとですね、ツイッター上のカリスマ、いやいやいや、ツイッター上のカリスマ予備校講師、大口先生においでいただきました。ありがとうございます。お呼びいただきありがとうございます。とんでもございません。いやいや、わざわざ名古屋から来ていただきまして。いやいやいや、本当なんかもう夢のような話だと思って、あの喜んで。いや、そんな遠くから来ていただけるとは思ってもいなかったですけど。いや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 、本当に恐れ多いです。普段どういう活動をしてるんですか？今は、名古屋の、まあ、ある予備校ですね、はい、英語科の講師として、メインで働いていて、まあ、他には、まあ、ちょくちょく、まあ、企業さんとかで、はい、まあ、予防があれば行って、教えたりとか、ほうほう、まあ、そういった形ですね。あとは、まあ、ツイッターで動画上げたりとか、ね、まあ、ネタをあの上げたりとかっていう風にやらせてもらってるっていう感じです、はい、ですね。大口先生のツイッターのですね、概要欄に貼ってあります。ありがとうございます。ぜひ、まあ、これやってみたかったですね。いやもう本当にね、ツイッターではあれ大人気じゃないですか。めちゃくちゃ見てもらって、本当すごい勉強になりますんで。いやいや、ありがとうございます。いろんな授業を見れたりとか、あと表現ですよね、英語の表現とか紹介してますので、はいはい、ぜひ参考にしていただければなと思います。はい、お願いします。はい、どういった形でですね、その英語の勉強してきたのかいろいろ聞きたいんですけど。あ、はい、あのその予備高校生になろうと思ったのはどうしたの？予備校講師になろうと思ったのは、そもそも、まあ、よくある話なんですけど、はい、高校、時代全然勉強しなくて、はいはい、まあ、高校2年の末に受けるじゃないですか、大体センター模試を。ああ、模試、はい、はい、模試です。その時にもうなんか30点ぐらいだったんですね、200点中。ほうほうほう。でさすがに人生のちょっと危機をあんまり深く考えてなかったんですけど、ちょっとこれはまずいんじゃないかなみたいになって、まあ、そこからこう家のほんと近くの個別の塾に行って、はいはいはい、そこで ある先生に出会って、はい、その先生がもうすごく分かりやすかったんで、まあ、そこでちょっとこう英語が好きになって、まあ、勉強していって、で大学でも、なんか英語やってみたかったんで、はいはい、すぐバイト始めて、はい、個別指導のバイトでずっと英語を教えてたんですよね。で大学時代の、まあ、大学中に、まあ、英検1級が取れたんで、まあ、それを使ってもうほとんど4年生の頃にはもう単位は取り終わってたんで、はいはい、まあ、4年の途中から、まあ、もうちょっとこう集団はやったことなかったので、集団やってみたいなと思って今の予備校に応募したら受かったので、そのまんま勤めさせてもらってるっていう感じです。そうなんですね。はい、そういった形で。じゃあ最初は苦手だったけど、はい、もうめっちゃ苦手でした。そこから英検1級で、なんか一瞬だけ暗記する能力はあったんですよ。そうですね、確かに暗記でいけちゃいますけど、まあ同じです。そうです、だからなんか教科書とかなんとなく覚えてればできたみたいな感じだったんですけど、高校の時に結構まあ生徒会とかやったんですけど、はいはい、なんかこう意識高い系で、はいはい、そういうのをなんかに熱をこう帯びちゃうタイプだったので、こう勉強がおろそかになっちゃって、はいはい、でテストとかはでもなんとなく前日にこうよくわかんないまま記号暗記したりとか、はいはいはい、一番今生徒がやってたら激怒するやり方なんですけど、それを僕はよくやってたんで、なるほど、それでそれでまあどうにかなって、あ、まあなんかこの感じでいけば受験もいけるかなとか思ってたら全然実力なかったっていう感じ。参考書使ってました。ただ僕はもともと僕の、まあ、やり方自分的にはちょっときつかったなと思うんですけど、はいはい、品質問題1000桐原の品質問題、A 品があるじゃないですか、はい、1100ってやつがまずあって、でその後1000なんですけど、はい、1000から急に渡されてやったんですよね。そこだけは先生おいおいって感じなんですけど、はいはいはい、でそれを僕はやらないといけないと思ってすごい頑張ったんですけど、もう何もわからないんで、はい、もうフォレスト開いてやるみたいな感じで、もう非効率極まりない感じだったんで、まあ、そんな難しい文法いっぱい載ってるやつ最初やるよりは、まあ、僕はもう薄い問題集とか、はいはい、もうそれこそもう英文法筋力トレーニングあるとかみたいな感じのやつをなんかちょっとこうコツコツやって、単語もまあ基本的なレベルを覚えてっていう、なんか僕はその基本をそれぞれこう一気に全部やるんじゃなくて、なこの基本レベル文法、基本レベル単語みたいな、基本レベル解釈、基本レベル長文でいっぱい解いて、その後まだ難しいのに行けばみたいなタイプではあります。単語帳だと単語すごいこだわってこれにしなさいっていうのは、はいはい、あんまり生徒の好みもあるんで言わないようにしてるんですけど、はいはい、まあシスタンが僕は好きだ、好きだですね、ですね、好きです。はい、単語の選定がやっぱいいのと、はいはい、はい、よく出てくるなと本当に思うので、はいはいはい、なるほど、そうなんですね。なんかやっぱ単語帳こだわっちゃう人多いですもんね。そうですね、システムじゃダメですよ、よく言ってる人いっぱいいますよね。いますね。
足りないですかとかっていう人、ね、足りないかどうかはやり終わってから考える場合もいいですけどね。そうですね。まあでもやっぱり不安なんでしょうね。はい、わかります、その気持ち。はい、今ちょっとあの情報量もネットがみんな余計使えるようになっちゃったせいで、もう鉄壁がいいんですかとか、はいはい、単語がいいんですかとか、まあ、もちろんすごくどっちもいい単語帳だとは思うんですけど、まあ、本当にもともと僕ぐらいのレベルだった子がいきなりやっぱりハードルは高いじゃないですか。やっぱそこでの選択っていうのは大事だなと思いますね。もうそれこそターゲット1400とかシステム英単語ベーシックとかからやっぱ始めるっていうのがすごい大事だなとは思います。なるほど、まずは基本的なものから、はい、上がっていくよ、ね、そうですね。そうじゃないとやっぱ負荷がかかりすぎちゃってバランスも悪くなっちゃいますし。解釈とかあります、はい、解釈はそうですね、基本的なところで言ったら、僕あの武藤先生 の、はいはい、あの英文読解の本ですね。これは、本当に何ですかね、あんまり僕複雑化して教えちゃうの良くないなっていうところはやっぱ自分の中にあって、はい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 、やっぱあの覚えないといけないとか覚えないといけないっていうのもあるので、うん、なんかそこあのちゃんと理屈もある程度抑えて、本当に適切なレベルで抑えてくれながら、かつ、うん、ちゃんとこうそれが読解につながらないんじゃなくて本当にちゃんと長文とか読んでいくときに使えるような知識まで落とし込んでくれてるっていう意味で、本当これは持ってもらって、なんかすいません、なんか武藤先生の宣伝なんかすいません、でででうちの武藤が、いや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 、でも本当に素晴らしいと思います。絵とかが結構載ってるやつ、はい、素晴らしいと思います。本当に生徒もね、本当よくあの買ってって 使ってもらってるんですけど、ほら武藤先生見てる、今度ちゃんと大口先生ご馳走しないとダメです。いや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 、本当に素晴らしいと思います。あのいつもあの愛用させてもらってます。でそれが終わったら、まあ、それこそ僕もうその後いっぱいセンターとか読んでもいいとは思うんですけど、はいはいはい、その中で訓練していくのもいいと思うんですけど、まああのいいですかね、中国先生、はい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 、英文読解ノートかな、はいはい、っていう本があるのでそれを使ってもらったりとかしてますね。あじゃあ実際そういったアドバイスとかもしながらやってる。僕たち その僕の予備校っていうのはもちろん僕たちの授業もあるんですけど、はいはい、基本的にやっぱあの自分で勉強しないと伸びないよねっていうのをすごく主眼に置いて、僕がそこがすごく好きなところなんですね。ちゃんと勉強、自分で勉強する時間も確保できるようなカリキュラムにするっていうのがあるので、はい、そこでやっぱ僕たちの授業 あのプリントとかだけではやっぱ最初きつかったりとか、それこそこのレベルだとちょっときつかったりするので、だったら最初ちょっとごめん、あのこのレベル追いついてくるためにこれやってくれるとかいう時に渡したりとかそういう感じですね。はい、いいですね。その後にまた何か段階があって過去問ですか。そうですね、中垣先生のやつやったらもう基本的には全然過去もいっちゃっていいのかなと思います。ただまあ一番難関とかだと、まあ透視図とか、ああ英文とかの透視図とか、まあそこら辺やったってもね全然いい子もいると思いますけど、まあ本当にそれは最上位の子でっていう感じのイメージではあります。なるほど、はい、いやよかったです。初めてこういうなんつうのアドバイス系の動画初めて、今初めて撮ってると思って、そういえばいや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 、なんか全然こんなの撮ってこない。まあでも参考書ってねすごいみんな気になってると思うんですけど、まあでも僕もいろいろ言いましたけど、ぶっちゃけ信じた参考書っていうのを本当どれだけ読むかっていうところだとは思うんですよね。やっぱ、うん、あのどんなものでも今の 3D でポカッて出てますバーッて感じ。いや本当に結構僕次第ですけど。いやお願いします、いい感じにいい感じにしておいてかっこいい感じにしておいてください。ぜひ、はい、でも本当にあのどういう参考書を使うかっていうことにあんまり、ね、こだわりすぎるよりかは、あの悪い参考書なんて基本的にそんなに、ね、ああそうですね、この時代もないじゃないですか。そうですね、なので自分がちゃんと信じたものを、まあ、どれだけやり込んで、いけるかっていうところかなと思います。それこそあのすごくちゃんと説明が書いてあって分厚い参考書でも読み切れる、そっちの方が好きな子もいれば、やっぱある程度簡素に説明が書いてあってそういうのの方が問題演習いっぱいどんどんやってその中で学んでいきたいみたいな子も結構いると思うんですよね。だから自分に合うのをやっぱ選んでそれを徹底的にやり尽くすっていうのが重要。いやありがとうございます、アドバイスいただきました、ね。で今度はそうです、大木先生もね、はい、があのうちの講師オーディション出てくれますから、あ、はい、もうぜひ勝ち上がったら参考書ですので、ああ、はあ、もうありがとうございます。あの、はい、皆さんも出してください、あ、皆さんも応募してください。あ、もうこれでなんか全然応募が来なくても余裕で勝ち上がっちゃうから。いや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 、もうそんな
やっぱりそうです、あのそうですね、はい、この辺の話も次回ですね。ちょっとしそれでツイッターで、そうです、はい、あの授業をやりだしてあそこまで、はい、うん、人気になった人とかいないんで、その辺のこともちょっとですね、はい、聞いていきたいかな次回はと思ってますので、はいはい、また次回もよろしくお願いします、はい、お願いします。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.